シリアスマンは、公演兄弟制作、監督、脚本による2009年のアメリカのコメディ映画、第82回アカデミー賞の作品賞及び脚本賞にノミネートされた。日本では、監督主義プロジェクトの第2弾として2011年2月26日に公開した。2014年現在、日本で DVD は発売されておらず、ネット配信のみで視聴することができる。 1967年、ミネソタ州ミネアポリス郊外にあるユダヤ人コミュニティで家族と共にマイホームに住むラリー。ゴプニックは大学で物理学を教える平凡で真面目な中年のユダヤ人である。しかし、彼の周りで徐々に小さな問題が持ち上がり始めていた。ラリーの兄アーサーは無職で病を患っており、ゴプニック家に居ついてしまって出ていく気配がない。 ヘブライ学校に通う長男ダニーは授業中に聞いていた小型ラジオを隠していた20ドルと共に没収され乱暴な同級生にマリファナ代金が払えずに怯える。同じくヘブライ学校に通う長女サラは花の整形を企みダニーと争う。さらにラリーの生徒である韓国系学生クライブはラリーが成績を F にしたことに腹を立てて賄賂を置いていき 帰宅するとヒューダヤ人の隣人ブラントが家の境界を越えて芝を買ってしまう。果てにはラリーの妻ジュディスが突然離婚したいと言い出し、さらにはラリーの友人、サイトの再婚まで考えているという。次々に問題が襲い、混乱を隠せないラリーは地元コミュニティのラビに相談する。しかしこれらの問題はその先に待っている巨大な脅威の前触れに過ぎなかった。 映画では、ジミ・ヘンドリックスのマシンガンと、1960年代のロックバンドジェファーソン・エアプレーンの楽曲が多数、使われている。ありがとうございます。